そしていろいろ関心事であるとか問題がそこから寄せられましてそれを定期的に話し合うというものでありますけれどこのフォーラム最近非常に役に立っていますイープスプラン現在今我々のイープスプランの見直しをしているわけですけれどもこのフォーラムからの意見を反映させてイープスの見直しをしておりますそして今後のプランにどこを改善していったらいいのかどのようなことをコミュニティでやっていったらいいかということを検討する一助としておりますもう一つ 我々が関与させていることとして政府全体を関与させるということでありますこの地域調整関係委員会でありますが CRC がまプランニングコミュニティというのを持っておりますここには政府のすべての,この関係省そしてまた連邦の関係省も関与させておりますですから例えば最近では たくさん移民がある一種の一つのその町に集中したとここが非常に他と個別のその確実されたところにあるとそこで私たちがグループとして働くことによってその状況をどうしたらいいかということを考えることができるわけですまた実際にコミュニティホームであるとかこの実際にまだこういったたくさんの移民の流入に備えることができなかったコミュニティを助けていくということをしております最後にビジネスプランニングについてでありますけれども私たちはこの このビジネスプパイリングの全ての面において私たちはそのビジネスプパイングにこのダイバーシティを組み込んでいくということであります。データそれからまたその他の資料であるとかあるいはいろんなものをこの見ることによって多様な人たちのニーズに応えていくということであります。 それから2つ目の目的でありますけれどもサービスへのアクセスでありますが特に重要なのはここでは通訳のサービスであります非常に包括的な通訳のサービス電話を使ったものそれからフェースゥフェースのものさらにはオンサイトでのこのある時間一定時間通訳を予約するということであります。コミュニニティにによっってはは非常にそういったたーズががが高いところがあります昨年は3万5千人の人のちが えこういった通訳のサービスを使ってセッションをしておりますそれからまた情報をいろいろな言語に訳すということをしておりますそしてすべてウェブの上で公開しています もう一つ非常に重要なところとしまして、スタッフの能力があります。多様なコミュニティと対応していくためのスタッフの能力が非常に重要なんですけれども、例えば政府が行っている地域社会言語手当制度というのがあります。クラスと呼ばれていますけれども、これはコミュニティでその言語を使える人を増やそうということでありますけれども、 このスキルを持っている人たちがこういった言語を使ってサービスを提供する上で手伝ってもらうということであります2008年には約96人の職員が29の言語で英語があまり上手でない人たちのコミュニケーションの間に立ってお役に立ちましたまた職員の言語能力を有効に活用するだけではなくてオリエンテーションマネジメントレベルそしてまた顧客タイルレベルいろんなところで能力の育成をしておりますすべて異文化の意識 そしてまた多文化の意識や能力を向上させていくというためでこのようなモジュールが研究教育の中に研修の中に入っております。それから我々が助成をしているプログラムでありますけれどもここではパフォーマンスがモニターされております。 特にその地域の住宅供給業者の場合実績を実証することが義務付けられておりますモニタリングシステムを使ってそして更にパフォーーマンンススののタンダードというのがありますどういうふうにこのコミュニティのニーズに対応しているかあるいは顧客に対応しているかといった基準があってそれに基づいて成果が評価されますですので社会投業を行う上で非常に重要な要素であります。 そしてもちろんこういった基準を満たしていくことによってそのファンディングを継続して受けるわけであります。そしてまた文化そしてまた言語的な多様性はその新しいイニシアチブの中にも製品の中にも反映されております最近行ったプログラムで高齢者孤立した高齢者を対象にしたものがあります。これは えー、赤十字と一緒に行っているものでありますけれどもこのサービスモデルを作る上で私たちは、えー、必ず、えー、この 多様化にに関わるるオフィサーをを担当者にすとということを決めましたその人が文化的言語的に多様な層の高齢者にきちんとサービスが提供されるかどうかということを確保すする役割でありますそれからまた実際にそのコミュニティを関与させるということも非常に重要な戦略の一つであります。 そして社会的な結束あるいはハーモニーを達成していく上でこれは非常に重要なことであります。一つそのやり方として行っているのは文化的な開発そしてまたその住人が参加するプロジェクトがあります。二つつとしして今日ご紹介したいもものがありますけれども一つ目は 小さなプロジェクトでありますけれども我々が資金を提供いたしました住宅に関わるものでありますけれども先ほど言いましたようなその集中地区の一つで行われたところでありますこのプロジェクトではコミュニティ全体を関与させてそしてオーラルヒストリーいわゆる語り部プロジェクトを行いましたどこからそもそもやってきてここに住み着いたのかというこの語り部プロジェクトであります「ミントを語り継ぐ」というタイトルの本が最終的にできたわけですけれどもこのプロジェクトで面白かったことは この本の中のストーリーというのが本当にその多様な社会に住むことの素晴らしさを示しておりますいろいろなその移民たちの,この体験を話したことを集めた本でありますけれども 非常にこの多様性の素晴らしさ文化や歴史の多様性の素晴らしさが伝わる本でありますそしてまた人々をこの集めるとそしてストーリーを共有するそして本を作るというプロセスそのものも非常に重要でありますそして人々の相互関係を構築するよに役立ちましたもう一つのプログラムとして私どもがやっているものでこの地域の緑化プログラムというのがありますコミュニティガーデンローカルなコミュニティに対してお金を渡す 土地が払うわけです。土地を用意して、そしてコミュニティで野菜やいろんなものを作るということであります。これは非常にいい経験だった方法もあります。これを通じて多様性、コミュニティの多様性を皆さんが通過することができました。ペーパーの中を読んでいただきますと、そのような例が説明してあります。 もう一つ非常に重要な戦略として私住宅供給省が行っていることはオーストラリア特にニュース,ニュースサウスウェールズにおきましては日本と同じようにやはり社会的な不利な人たちが一部の地区に集中する傾向というものがあります。そこで健全な地域社会構築と呼ばれる戦略があります。 え、こういったあ、その恵まれない人たちが集中する場所で行っているわけです。けれども、プランニングの大会においてえ、ここで何が必要なのか、彼らは何を必要としているかということを取り込んでいこうというものであります。これは特にそのこの多様性に多,多様性の地区をフォーカスしたものではありません。けれども特定の移住。 を対象しかし企画立案社会参加そして対策の一環として社会の多様性が盛り込まれています。